の U20 になります。というのはね、まあ、前回、ボリューム38で、38だっけ、もうね、覚えてないって、毎回もうね、38回もあって覚えてないっていう話なんだけど、まあ、前回でね、まあ、ステーキをね、食べに行くっていう宣言を、まあ、してたわけなんだけどね、もう見てくれたらね、分かる通り、まあ、ステーキ、もう夢中になって、もう全ほとんどもう食べちゃったよねっていう話だよね。まあ、それは U20B をね、まあ、あまりうますぎて、一応これはバンパースっていう、バンフで、フォートラベルの口コミランキングでも1位のね、もうこれはうまいステーキ屋さんなんだけど、まあ、あまりうますぎてね、もう U20B を収録するの忘れたよねっていう話だよね。ということでね、一応3切れ残ってるんで、まあ、今からね、まあ、U20B 恒例の食レポっていうわけじゃないんだけど、ちょっと、まあ、ちょっと雰囲気見せたからね、ちょっとあんまり声は張り上げられないんだけど。ちょっと食レポしたと思います。はい、まあそうだね、うまいよね。うん、もうね言葉がね、もう出てこないよね。うん、なんだろうね、結構アメリカとかカナダっていうのはなんか、すごく身が締まってて硬いステーキっていうのがすげえ多いんだけど、ここのね、バンパースの肉っていうのは、本当に脂が乗ってて、なんだろう、まあ、日本人の、好みがすごい合ってる、まあ、肉を出してるんじゃないかなって、まあ、ね、この U20 はね、思うわけで、まあ、そんな感じでね、まあ、今日は、まあ、このバンスの夜っていうのはね、こうやって有意義に、まあ、過ごしてる感じなんで、まあ、また、まあ、そうだね。まあ、こういう感じでね、まあ、散々、まあ、楽しんで、まあ、バンクーバーに帰ろうと思ってますんで、またね、ボリューム今39だと思うんだけど、まあ、ボリュームね、まあ、記念すべき40っていうのはね、またいい意味でね、まあ、くだらないなとお届けできると思いますんで、またボリューム40でお会いしましょう。